限定公演でしたから。そうだったんです。そう、メイクはまだ残してる。髪型だけ取って、お顔はそのまま。かわいい。何このお菓子、お菓子仕様、クッキング仕様みたいな、かわいい。あれ、背景が。今日はね、せっかくメイクバッチリ してるんで、しよう、配信しようと思って。ギフトもかわいい、ケーキとかあるんだね。かわいい、かわいい。え、目、今日カラコンもすごい久しぶりにしたんです。え、わかりますよね、これめっちゃわかりやすくない？カラコンしてます、今日は。ちゃんと忘れずに今日はカラコンしました。だから目が余計パッチリ見えるかもしれん。止まる？電波悪いですか？なんでや。え、動いてる？見えてますか今。声聞こえてる？あ、よかったよかったよかったです。チリメイクした。マツパもこの前でしたし、めっちゃ今日さ、めっちゃこう、メイクこうって思いました。終わってから。今日はツインテールをしました。いや、なんかめっちゃ悩んでて髪型でも、これから舞台とか始まって、そのずっとカツラつけたりって感じで、アイドルみたいな髪型ずっとできないから、じゃあ最後にとびきり可愛い髪型をしたいなと思ってたんですよ。で、755でみんなに聞いたりとかして、なんか三つ編みかお団子ここで2つかとか、ツインテールみたいな。ツインテールも頭にあったけど、うん、でもみんな意外とツインテールっていう人が多かった。まあしちゃうかと思って勢いでしました。そう、伸びたしね髪の毛。いや、やばいかなと思ってたんですよ。そのノリでしちゃったけど、やっぱまずかったかなみたいな。そう、やばかったかなと思って。そう、二十歳になったしね。だけどめっちゃメンバーにもめっちゃいいって言われたから、あ、よかったと思って。そう、伸びたらやりたいと思ってたから、いい感じの長さになってきましたね。よかった？え、めっちゃ、え、よかった、似合ってるんでよかった。うん、やってよかったツインテール。前髪ね、悩んだんですよ。今微妙な長さ伸びてきたけど、流してました今日は。ツインテール取るとめっちゃ大人じゃないですか、一気に。イエーイ、またツインテールやると、やりますどっかで。どっかで。
今前髪切ろうか悩んでて、めっちゃ悩んでるんですよ。いや今日755でさ、髪型聞いたらみんなさ、言うと前髪欲しいみたいな方言うとってさ。でも最近なんかメイクさんと話してて、カレンちゃんは大人顔だから綺麗系で行った方がいいよみたいな話をされて、確かに前髪長い人少ないしねとか思って伸ばそうと思ってたけど、でも自分的にも前髪あった方がいいかなみたいな、そうめっちゃ悩んでる。すごいいろんな人の意見を聞くとさらに悩む。メイクさんとかとなんかはいろんな方前髪長い方が好きっていう、まあまあどっちもどっちですよね。まあ気分で切ろうと思います。今日こんなにちゃんと、なんか毎日最近メイクしてること分かったけど、すごいわちゃちゃみたいなメイクだったから、ちゃんとこうやってステージに立つためのメイクを久しぶりにして、カノコンもつけてちゃんとバッチリステージ用メイクみたいな感じだったから、落とすのもったいない超綺麗にメイクできたから。そうそう、私消せり1ヶ月ぶり以上ぶりだったんですよ、劇場公演出演したのが。だからその劇場の AKB 劇場のセリが復活したじゃないですか。復活して初めて今日劇場出たんですよ。もうあのセリが上がる感覚が懐かしすぎてやばかった、鳥肌だったマジで。うわこれだよみたいなこれこれって感じでした。本当に最高。これからやってセリが使える使わせてもらってステージ立てると思うとすごい嬉しいですね。やっぱいいよねセリってなんかね、特別な感じ、うん、いいよね。感動しちゃった、しかもそうサムネイルでさ競り合いなんて初めてだったから、どこで上がるかも今日分からずにリハーサルをやったんですよ。急にボッて上がり始めてさ、ボッてなって超ニヤニヤしちゃった。そうやっぱ競りない分、例えば誕生日単語とかリサビは私もともとセンターなんだけど、セリが今まで使えなくてちょっとずれてたんですよセンターが。今日セリを使えるってなって、セリは私上がるわけじゃないけど真ん中にパッて入って踊ったり、ね、そういうちょっとした違いもありました。いいね、今日すごいそれに感動しました。楽しかった。あとはねあれです、アンジーチーム4のアンジーも私初披露でした今日。アンジーすごいなんか忙しくって忙しくって気づいたら終わってるみたいな曲です。本当に早いよねテンポが、振りもなんか多くて、あーもう終わったみたいな感覚でした今日も。アンジーサビの振り付けが特に楽しいです。めっちゃ
でも本当ね、すごい前に軽くなんか後ろでレッスン参加みたいな、ちゃんとはやんなかったんですけど、むずーみたいな感じだった。体力、私めっちゃ心配してたじゃないですか。劇場、久しぶりに劇場公演出るけど、そのずっと1ヶ月くらいステージ立ってなくて、コロナなったりして体力めっちゃ落ちてたから、それが本当に耐えられるかめっちゃ心配だったんですよ。だけど全然いけたっていうか、割とないや、もうちょっといけたなと思った。逆にもっとはっちゃけ、もっといけたんじゃないかなって。むしろ いつもの方がきつかったかもしれないってくらい、割と大丈夫だった。アドレナリンもあるかもしれないけど、確かに、全然ね、全然心配するほどでもなかったです。よかった。あれ、意外といけてんなと思ったもん。もっと、だからもっといけたなって、こんな疲れてないとこだ、もっといけたんだろうなって、逆にそう思って。楽しかった。今日めっちゃ楽しかった。なんかすごい楽しかったな今日公園の雰囲気もすごいなんかね、良くてすごい楽しかった。久しぶりにアイドルしたわ久しぶりにアイドルしたわなんか楽しかったです。よかった、すごく幸せな気持ちでした。でもめっちゃ緊張してました。本当にずっと緊張してた。始まる前とかめっちゃ緊張してた。月中久しぶりだったし、ドキドキでした。なんか「ジョン・マイ・ラブ」でいっぱい歌を鍛えて教えていただいたので、それを胸に今日は頑張りました。舞台の時に教えてもらったことを意識しながら、全然実践できなかったけど、それを意識して今日は頑張りました。楽しかったな。15分経過しました。もう半、早い。ちょっとしかできない今日配信。ちょ、前、え、今日って16日だよ。明日から公演再開しますよね。そういえばやっと、昨日おととい、ん、昨日今日って中止になってたから、ね、よかった、無事に再開されて。ね、高野城さんが、渡るさんも出演される。あ、でもさやかと渡るさんは一緒にやってたのか、見たい。
生理焦ってた？本当？絶対大丈夫だと思う。もうだって大丈夫だったもん。大丈夫だったもん。ねえ、でも無事本当にどうなるか毎日ね分かんなかったから無事再会できてよかったです。うん。いや本当にね、何があるか分かんないですもんね。確かに台風も来てるからね、困ったもんですよ台風。実際筋肉痛なくなる。うん、みんなの力で台風を吹き飛ばすんや、なくすんや。今日使ってるカラコンもうなくなっちゃった。カラカオ、眠そう顔が。今日もめっちゃカラコンつけるのに時間かかりました。どんぐらいかかったかな。まあ割と慣れてきたと思うけど、めっちゃかかりました。最初に比べれば慣れたけど、すごい久しぶりにつけたから時間かかった。でこれいいですよね。もう一個もう一種類買ってるんですけど、それちょっと派手すぎたかなと思うんですよね。こうやってこれと比べると可愛いんだけど派手すぎるかなと思って、だからこれでも結構色違うの分かりますよね。だからこれくらい落ち着いてるやつをねつけた方がいいかな。どうなんだろう、そうでもないのかな、どうなんだろう。なんか劇場とかでもつけてたけど、もう一種類の方ちょっと 色が変わりすぎかなみたいな。でもこれいい色だからまた買おうと思います。今日はメイクバッチリなんでいっぱいスクショしてください。いつもスピンだけど、今日はもうバッチリバッチリメイク、もうほんとフル装備のメイクなんで。いっぱいしてください。イエーイ。ポーズのレパートリーが少ないで有名な吉田カレンです。わあ。ね、髪の毛も今日落ち着いてますから。あ、今日は綺麗にメイクができたな。本当に。今日は綺麗にメイクができました。舞台もおメイク全然違うからね、真っ赤になりますから目が。
決め顔。緊張おる、緊張おる、舞台が近づいてきて。でも今日のサムネイル終わって一安心、無事に何事もなく終えて一安心です。衣装着ててさ、めっちゃ夜みたいなことがちょっと多くて、絶対痩せたと思うんだよ。あれみたいな、ちょっと大事だなと思いました。笑ってしまった。でもいいことですよね、いいこと。スカート緩いねみたいな直されるのが今日多くて、でもいいことですから。優しい顔してますか。イエーイ。あ、そうそう、腕はねムキムキになりましたから。いや、私はコロナで全然ご飯を食べない、コロナと稽古で。でもこれから愛媛は美味しいものがたくさんだから気をつけないといけません、うん、コロナと稽古で多分絶対痩せた、食べなくなった。ね、美味しいものいっぱい食べてやる。頑張って、舞台頑張って美味しいものいっぱい食べてやります。そうだよ、ファンの皆さんも太るから、これから。いや、太らないように気をつけよう。そう、マーズに行ってレギュラーレギュラー食べてください。やばいよね、あれ本当にすごいよ、すごいよ。みんな気をつけようね。食欲の秋だしね。それな、やだ。やだ。美味しいものいっぱい食べましょう。カフェリストマーズさんにも皆さんぜひ行ってください。愛媛に。いや、今日のサムネイル公演で私絶対にジョン・マイ・ラブの宣伝をしようと思ったんですけど、できなかった。するとはなかった。そうだね、食欲の秋だけどスポーツの秋。その通り、その通りだよ。え、そう、絶対やろうと思ったけど、やるタイミングがなかった。いいタイミングがね、うん、絶対に今日はめちゃくちゃ宣伝をしてやろうと思ってたけど。
してください、みんな舞台な。9月22日から愛媛県に来てください。本当に待ってます。席まだ空いてるんで、めちゃくちゃいい舞台なんで、もうこの配信をもう見た647人の方はもう来ないとダメです。847人も来たらちょっともう足りないけど、あでもほら毎日ありますから、もう 今この配信で聞いた方はもう逃れられません。待ってます。うん、よろしく。もうみんな来ますね、もちろん、もちろん来ますよ。初日は22日です。22日を初日迎えます。イエーイ。でこんな言ってますけど、来てなんかね、来てほしいんだけど来てほしくないみたいな、わかりますかこの気持ち。来てほしいんだけど緊張する。いや来てほしいですけど、来てください、絶対に。配信はないんじゃないかな。あ、でも22から26まであって、まだ発表されてない配信あります。結構ギリギリなのかな。全然何も知らなすぎて、配信まだ決まってないのか。初日は大体ある。あ、そうなの？そういうこと。きっとあると信じて。まだ発表結構ギリギリなのかな、発表されるか。あそうなのか、ないのかな配信。でもさすがにどこかではあるんじゃない、22から26まで出てるから。全く一回もないことはないと思いますよ。土日もあるしね。うん。5日間ありますから。グッズ販売されてますよ。何がある？缶バッジと、あとタオルとかもありますし、あと何がありますか？絶対皆さんの方が詳しい。なんかね、私のグッズ、あ、なんか T シャツとかありますけど、それは私なんか、ね、普通 あのジョン・マイ・レブの T シャツとか、ブロマイド、タオルはなんか名前みたいな。で私の缶バッジのあの写真本当に嫌だったけど。嫌なんだけど笑っちゃう。いやみんないいよって言ってくれたけど、恥ずかしい。え、そう、私、いや本当に、だって劇場に行ったら皆さんぜひ見てほしいんですけど、私何なんかキャスト写真みたいなボードが貼ってあるんですよ劇場。その写真とか私でも、あ、ホームページとか見ましたか、ぼっちゃん劇場のジョン・マイ・ラブのホームページ、その出演者の写真と名前が載ってて、そう、私の写真見てください、まだ見てない方。やばくないですか。いや私はそのなんか着物とか袴とかでおすまし顔でいたかったんですけど、まさかのあの一番ロックな衣装でさ、なんかすごい撮影の時もはっちゃけようみたいなで、え、こんなはっちゃけて大丈夫なくらい私はっちゃけたんですよ。さすがにこれ使われないだろうって思って、めっちゃいいじゃんってなって、大人の方たちが、え、大丈夫ですかみたいで、それがまさかあんな大事なホームページとかに貼られる写真とは思わず、なんかグッズ写真とかで売られるのかなくらいだった。まさかの一番大事な写真があれでした。こんななんかマジウェイみたいな感じだったんですよ。え、大丈夫ですか、冗談でしたみたいな感じだったんですけど、ガチで使われたから
しかも一番大事な。騙されたわ、騙されたわ。誰が最終選んだの、誰なんて。ちょっとだってさ、さやかとかさ、ルンバめっちゃおすましみたいな、似合ってるし二人とも。で、私めっちゃ着物とか袴超似合うって言われるんですよ。そうだからさ、それ着たかったけどさ、うえーみたいな。あの二人との私の差がめっちゃやばい。みんなめっちゃいいって言ってくれるけど、本当かいみたいな。そう、ぜひ皆さん見てください。劇場にもありますし、え、な劇場版も確かに、あれ何みたいななぜあれ話出てました。 やっぱり嘘や、みんなも思ってた。嘘でしょ、やだ。ブロマイドは、あ、全部ある。あ、そうなんだ、私見てないかもしれない。ブロマイドは袴も着物もあるってことか。袴も着物もい、うん、その私、あのさやかとルンバは撮影しなくてすでにある写真とだから、私が追加でもうあの衣装を着るし、あの衣装を貼られるしかなかったという。いや、いいんですけどね、あの衣装めっちゃ好きだし、超大好き、可愛いよね。なんかずっとさ、あ、なんか着物とか袴とか急になんか AKB の衣装着ましたみたいな感じです、感覚。嵐のとか歌い始めそうだもん、夜にはとか好き、めっちゃ好き、あの衣装かわいい。ぽいよね、そうだからグッズもね、いっぱい展開されてるので、ぜひ。あとね、あのまだあれなんですけど、10月何日とかかにパンフレットも発売になるらしいので、それも出たらぜひ買ってほしい。撮影とかいろいろちょっとやったけども、すでに楽しみです。出来上がりがめっちゃ豊富ですよね、中身。1期と2期と3期のやつをもう見させてもらったんですけど、私ももらえるかな。もらえなかったら買います。あ、もう申し込みができる。バード感わかる、わかる、マジ それ系の。え、もらう気でいる。グッズくださいってタオルと缶バッジください。あ、そう、動画付きパンフレットもあるんですよ。そうそうそう、動画付きがあるんですよ、動画付き。そちらいや、グッズのオンライン販売はあるのかな無知マジ無知。オンラインで買えるんですか、吉田。マジ何も把握してなさすぎて何も知らん何も知らん。あ、オンライン販売全部ではないけどあるそうです。へえ、オンラインでもいくつか買えるみたいですよ、ぜひチェックしてください。え、そうなんだ、見てみよう。私もオンライン全く知らなかった。逆に私が聞いてる。いや、皆さんの方が詳しいので私もチェックします、この後。いや、こうやってね話してるとどんどん近づいてきてるんだなって。やだ
楽しみと不安が入り混じりすぎてもうよくわからん気持ちになってます。まあ初日をね終えればって感じだろうか。毎日ほんとジョン・マイ・ラブの話してる。楽しみ、来てくださいマジで。もう830人の方が見ましたけど、830人の方は来てくれるということでありがとうございます。もう本当に来れないよって方は配信をぜひそちらで。わあ、こんなにたくさんの方が来てくれるなんて、愛媛にいっぱい来てくれるなんて嬉しいです。マジいいとこなんで、ジョン・マイ・ラブもマジいい話なんで、超いい舞台なんで、はい、ぜひ絶対来てください。イエーイエー、推しメン見つけて帰ってください。うん、もう時間がやばい、あ時間がやばい、もう足りない足りない、あっという間でした。ちょっとしかできなかったけど、今日は本当にサムネイル公演見てくださった方ありがとうございました。楽しかった。ツイッターにツインテールの写真載せてるんで見てください。ぜひ。じゃあみんなお疲れ。今日も、今日何曜日なの、今日何曜日なの、今日金曜日、マジ毎日聞いてる。うわ、金曜日やんけ。お疲れみんな、最高の金曜日だ。ランキング読みます。13位あきふみさん、ありがとうございます。12位ぬっしーさん、ありがとうございます。11位ジアリンクさん、ありがとうございます。10位関西英投資さん、ありがとうございます。9位トリオエイジさん、ありがとうございます。8位コタンさん、ありがとうございます。7位まぼろしさん、ありがとうございます。6位まさやさん、ありがとうございます。5位ももかんさん、ありがとうございます。4位もっさんさん、ありがとうございます。3位あまつかぜさん、ありがとうございます。2位タートシさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう、おやすみ、ありがとうね、遅くにごめんなさい、ありがとう、またね、ありがとうございました、バイバーイ。